皆さんこんにちは。ただいまから平成27年2月の定例記者会見を始めさせていただきます。立春も過ぎ、暦の上では春を迎えました。2月6日には森シアホールで市政功労者表彰式が行われ、市政にご尽力いただきました32名の方々が表彰されました。この表彰は市政の発展、市民の福祉の増進に顕著な功績、または模範として推奨に値する功績のあった方々を表彰する本市で最も権威のある表彰でございます。表彰された皆様、受賞された皆様、誠におめでとうございます。今後も本市政にご協力をお願いいたします。高校生も活躍しておりまして、今年の春高バレーで活躍いたしました習志野高校男子バレーボール部が千葉県高等学校新人バレーボール大会でも6年連続26回目の優勝を果たすという快挙を成し遂げました。ちなみに調べてみましたところ、習志野高校男子バレーボール部は県内の公式戦では平成22年の春高バレー予選以来負けなしの88連勝ということでございまして、まさに千葉県下最強の高校生チームでございます。この1、2年生で構成されました新しいチームでも優勝を勝ち取り、連勝街道を突き進む、まさに次世代の習志野高校を象徴する活躍に61年目を踏み出した習志野市の姿を重ねずにはいられません。私といたしましても習志野市の未来のために子どもたちの活躍に負けないよう本市の舵取りを行ってまいります。これからもどうぞよろしくお願いいたします。まもなく単独の空襲による死傷者、行方不明者等犠牲者数は世界史上最大であったとされる東京大空襲があった3月10日、そして未曽有の被害をもたらした東日本大震災が発生した3月11日を迎えようとしております。習志野市では毎年地震の発生した午後2時46分に防災行政用無線によりまして市民に黙祷を呼びかけております。そして1分間の黙祷を捧げさせていただいております。本市の状況といたしましては、液状化被害のあった地域の下水道整備を完了したところでございまして、残すところ道路復旧のみとなりました。一日も早く完全復旧ができるよう引き続き取り組んでまいります。皆様のご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。徐々に春の陽気を感じられる日が増えてきているとはいえ、未だ寒さの厳しい日が続いております。現在のところ昨年のような降雪やそれに伴う被害は発生しておりませんが、今後も十分な注意が必要です。本市では降雪による帰宅困難者が発生した場合に備え、鉄道事業者、大学、ホテル、大型店、商店会、近隣自治体などで構成する帰宅困難者等対策協議会におきまして、去る2月4日に帰宅困難者対応図上訓練を実施いたしました。市民の皆様におかれましても降雪の際には外出はなるべく控え、十分お気をつけください。それでは内容に入らせていただきます。はじめに平成27年度予算案の概要を説明させていただきます。平成27年度の一般会計予算額は平成26年度と比較して 2%、 11億3000万円の増加、当初予算ベースでは過去最大の562億6000万円でございます。特別会計につきましては、国民健康保険特別会計が167億7618万5000円、公共下水道事業特別会計が76億294万7000円、介護保険特別会計が95億3664万2000円、後期高齢者医療特別会計が16億5335万9000円となっております。また公営企業会計につきましては、ガス事業会計が109億3010万円、水道事業会計が28億5890万円でございます。習志野市すべての会計を合わせますと、平成26年度に引き続き1000億円を超える予算規模となっております。一般会計予算案の概要を申し上げます。なお金額につきましては四捨五入して1000万円単位とさせていただきます。そして7という呼び方については7ではなくて7と読ませていただきます。便宜上お許しください。
まず歳入のうち主なものを申し上げますと、根幹となる市税収入につきましては前年度と比較して4億1000万円増の259億4000万円、地方消費税交付金は消費税率の引き上げの影響で9億2000万円増の25億9000万円、普通交付税は6億3000万円減の17億円、臨時財政対策債は5億3000万円減の18億円を計上いたしております。このほか財政調整基金からの繰入金を15億円、公共施設等再生整備基金からの繰入金を8億7000万円とすることなどによりまして財源の確保を図りました。一方で歳出のうち主なものを申し上げますと、扶助費につきましては生活保護費や児童手当、障害者総合支援法に基づく給付などで107億7000万円、普通建設事業費は芝園清掃工場老朽化対策や新庁舎建設、小中学校の大規模改造などで76億6000万円、また災害復旧事業費としては道路の災害復旧で19億5000万円を計上いたしました。以上概要をご説明いたしましたが、平成27年度予算は本市が目指す将来都市像であります未来のためにみんなが優しさでつながる町習志野を実現するため、健康な町、快適な町、心豊かな町の3つの目標を掲げ、またこれらの目標を支える自律的な都市経営の推進を視野に入れまして、優しさでつなぐ未来創生予算として編成したものであります。続きまして、平成27年習志野市議会第1回定例会3月議会のお知らせでございます。今議会は2月20日金曜日から3月19日木曜日まで28日間の会期で開催されます。提出議案といたしましては、新年度当初予算7件、平成26年度補正予算が2件、新規制定条例1件、一部改正条例が11件、指導の路線認定が1件、合計22件の議案を上呈いたします。なおこの間一般質問につきましては3月6日金曜日の5日間で予定しておりまして、新年度予算を審議する予算委員会につきましては一般会計予算特別委員会が3月11日水曜日から13日金曜日までの3日間、特別会計予算特別委員会が3月11日水曜日および12日木曜日の2日間を予定しております。日程についての詳細は議会事務局までお問い合わせください。なお市議会の映像につきましては市のホームページから生放送、録画放送の両方がご覧いただけます。また合わせましてケーブルテレビでも録画放送をご覧いただけます。詳しくは J:COM 船橋習志野のホームページ等をご参照ください。最後になりますが、3月8日日曜日12時30分から習志野文化ホールで行われます習志野学校音楽祭2015についてご案内いたします。習志野学校音楽祭の本年度のテーマは小であります。小は漢字で表しますと羊編に羽と書きます。まさに羊年にちなみ、羊年に音楽の町習志野が子どもたちの夢と希望を持って大きく羽ばたいてほしいといった願いを表しております。本音楽祭は2001年、平成13年からその1年間で全国関東大会出場と県大会で上位の成績を収めた小中高校の演奏を披露しております。本年度も習志野市の多くの学校が全国関東県の音楽コンクールにおいて輝かしい成績を収めております。特に毎年大阪城ホールで開催されております全日本小学校バンドフェスティバルおよび全日本マーチングコンテストには、本市の大久保小学校、第二中学校、そして習志野高校が4度目のトリプル出場を果たしました。合わせて市内12校もの小中高校が管弦楽、吹奏楽、合唱、アンサンブルと様々な分野で素晴らしい賞を受賞し、その演奏を披露いたします。また今年で13回目となります小中学校管楽器講座を受講しております小学6年生の児童と
指導している習志野高校吹奏楽部の生徒によりますフェスティバルバンドの演奏も行われます。音楽会の最後は恒例となりました合唱合奏全参加者によります感動的なグランドフィナーレであります。まさに音楽の街習志野の演奏会でありまして、毎年約1500席のホールが満席となります。入場は無料でございます。3月8日日曜日12時30分から習志野文化ホールで行われます習志野学校音楽祭2015小夢と希望を奏でる演奏会、皆様のご来場を心からお待ちしております。以上、私からの説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。